でかいし、数える、こんなゴロゴロ。こんにちは、なぎさです。こんにちは。今回は、はい、裏山でも一人、はい、カブトムシ、カブトムシの幼虫、幼虫を探したいと思います。秋の裏山ね、うん、秋の裏山でも楽しみがいっぱいあるといいね。お、どんぐり早速見つけました。かわいい、帽子付きだ。ちっちゃい、ちっちゃいね。いっぱいある、いっぱいある。よし、じゃあ探しに行こう。カマキリ見つけました。早速。でかいでかい、大きいです。おー、元気。お、お腹、あ、そんなにパンパンじゃなかった。ここにくっつけとけばいい。かっこいいね。メス？メスメス。おー、早速カマキリゲットです。この時期多分ね、オスね、サラサラほぼ死んでると思う。そっか、オスの方が早いんだっけ、死んじゃうの。うん、交尾して食われて、うん、そっか。カブトムシの幼虫はどういうところにいるんですか？腐葉土の中と木の下。木の下？うんうん。腐葉土って腐った葉っぱとかってこと？そうそう、うんうん、そっか。じゃあそれを探そう。まずそのポイントを探そう。ここ加藤さんと一緒に掘った場所じゃない？そうね。えセミ、ここ、え、セミ？あ、本当だ。セミさん新しい、まだ生きてたんだね。結構死体が新しい。よし、じゃあちょこっとここ掘ってみる。カブトの死体？新しい。え、見して。あー、ほんとだ。なに？蜂に敏感。よし。よし、そこら辺ちょっと掘ってみて、幼虫探してみようか。ホリホリ大作戦？ホリホリ大作戦してみよう。あ、カブトの幼虫出てきた。え、ほんと？おー、早速、いっぱいいるんじゃない？もしかして。見せて、見せて、なぎ。メスかオスか判断できん、判断できん。カマキリはここにいますよ。すごい。じゃあちょっとここら辺端っこ避けといて。え、1匹いるってことはいっぱいいる可能性ある？うん。あ、いた、すごい。これちょっとちっちゃめだね、まだ。うーん、2にこんぐらいにいる。すごい、いるね。あ、みまたいた、すごい。え、でこでこ、でももっとでっかいのいいの。うわー、すごい、丸々太ってこんなに、はいはい、え、待って、どんどん出てくる。腐葉土すごい、腐葉土すごいんだけど。やっぱさ、あの加藤さんとさ、あ、ミミズですね。加藤さんとさ掘ったのってさ、あれいつだっけ、6月とか7月の時だよね。だからもうその時にはもうやっぱ大人になっていなかったってことだよね。夏だったからさね、もう生まれて出てきちゃってた後ってことだよね。そうそう。ってことは幼虫を探すのは秋、秋とか冬の方が、ん？さなぎになってるかもしんないね。うーん、すごい。え、2匹、多分。あ、すごい。じゃあいっぱいいるからちょっと優しめで掘ろうね、なぎ。3匹、わあ、すごい。3匹連続でここにいた。ここにいた。なんでこんな集まるんだろう。まあここの腐葉土が多分そこら辺にそんなにないから、ここに腐葉土が集まってるから、うちは沖縄だからさ、うん、腐葉土になって腐って、うん、だからいっぱいいるのかな。ここ、うちは。え、腐葉土を食べるんだっけ？そうそう。すごい。こんな、1分、2分の間でこんなにいっぱいいたよ。これはカブトなの？クワガタの幼虫は混じってないの？うん。また、クワガタとは産む場所違うんだっけ、卵。うん、キッチキンの中に。クワガタは？カブト。あ、そっか。え、カブトが口、え、クワガタがどっちが？クワガタが口木。クワガタが口木に産むのね。いた。すごい。でっかくね？え、すごいでかい。まるまる。ちょっと一匹だけなんかここに乗っけて持って帰ろう。でっかい。そうだね。大きい、一番大きいやつだけ持って帰って、あとは土に返してあげようね。うん。また来年いっぱい。いた。いっぱいの兜に出会いたいもんね。まあまあ、まあまあサイズ。すごい。
いし、数える、こんなゴロゴロ、あと何匹取ったか数える、うん、うん、数えてもいいし、でもさ、ここさ、このスペースだけでさ、こんだけでしょ、あっちまでは掘らないよね、うん、もうね、ちょっと、ここら辺しか掘らない、あ、でかいのいた、うわー、すごい、まるまる、うわー、これってもうさ、幼虫としてはもう大きい、大きくなって、もうあとさなぎになるだけって感じかな、中くらい、中くらい、ねえ、こいつが一番でかいやつか、うん、したら、うん、こんぐらい、もうちょっとでかくなる、すごい、あ、いたよ、なぎ、そこそこ、違う違う、シャベルの先っぽ、ほら、さ、違う違う違う、もっと奥、あ、なんだ、シャベルの奥、これか、そう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 、これか、ここら辺がやっぱいいのか、ここら辺の高さがいいか、ね、あ、でかいね、そいつも、そのそんなに深いところにはいないんじゃない、やっぱり浅めのところに、ここら辺がちょうどいいのかな、うん、ここら辺、あ、でも柔らかい、柔らかいところにいた、今までのやつは、うん、柔らかい土を置くから、ね、腐って柔らかくなった土、うん、うんうん、すごい、細いミミズ、細いミミズ、ミミズよく触れんな、あ、ちっちゃいミミズ、ミミズすごいね、一回、あ、潜ってってる、すごい、早っ、早い、え、ちょっと待って、じゃあこの中で一番大きいやつだけ持って帰ろっか、今のところは、うん、え、じゃあ、一番でっかいやつだけここに置いといて、うん、ちっちゃかったやつはもう逃がしていこう、え、何、どうしたの、ちょっと待って、ちょっと、ニョーベがいた、あ、え、マジで、ちょっと待って、ママ行けるかな、そっちまで、ママそっちまで、ちょっと待って、今足でどけただけで4匹出てきてる、え、マジで、ちょっと、あ、それ、あ、怖い、行くのが怖いよ、そっちに行くのが怖い、3匹、ほんとだ、めちゃくちゃちっちゃい幼虫、ほんとだ、ちっちゃいじゃん、まだそっちはちっちゃ、見せて、うん、手のひらに乗っけてくれる、あ、ほんとだ、全然ちっちゃい、そっちの方もいっぱいいるんだ、すごい、ここにはじゃあいっぱいいるっていうことが分かった、ナギがさ、今年捕まえた108匹はさ、うん、ここでサナギになったのかもしれないね、みんな、ここ以外なくね、すごーい、感動です、こうやって幼虫がここで育っていくわけですね、寒い冬を越えて、よし、ありがとう、みんな、ごめんね、起こしちゃって、ちょっとじゃあ君だけね、一番大きいの、うおー、でかい、そいつだけじゃあ持って帰って、これはあっち、え、あっちに戻すんじゃないの、やっぱいいや、ここの方が柔らかい気がする、本当、こっちの方が柔らかかった、あっちね、ここ潜っていく、薄かったからさ、うんうん、こっちの方がいいかな、深いからさ、うんうん、もう結構潜れるだろうしさ、そしたら天敵からもさ、うんうん、そうだね、あれから、オッケー、カブトムシもね、土にお帰りください、カブトムシの幼虫探し、見事にいっぱい見つけて1匹お持ち帰りしますカマキリも見つけてね、よかったね、うん、秋って意外と虫捕り楽しいんだね、うん、なんか夏で終わっちゃうイメージだけど、じゃあ最後は虫じゃんけんで、お別れをしましょう、虫虫じゃんけん、じゃんけん、ポン、ポン、あれ、チョキ、虫じゃないけどいいの、片手塞がってますもんね、うん、今回はクワガタってことよ、クワガタってことのチョキでした、じゃあチャンネル登録と高評価よろしくね、コメントも待ってるし、待ってます、みんなも幼虫探してみてね、バイバイ、バイバイ、めっちゃ肩登ってて